習近平、台湾武力統一不可論者の大物、大使党の元軍幹部をついに粛清。その狙いはもはや明らか。劉亜州という将軍、中国軍元幹部で国防大学元政治委員の劉亜州元上将70歳が失脚したと複数の消息筋の話として伝えた。それによると、劉氏は巨額な汚職で中央軍事委員会の規律検査委員会からの取り調べを受けた後、身柄を軍の司法部門に移されているという。同じ香港市の明報も劉氏の失脚を報じ、今後の裁判においては猶予期限付きの死刑判決を言い渡される可能性もあるという。劉亜州氏といえば、中国ではかなり知名度の高い名物軍人の一人である。彼の父親も解放軍高級将校、本人は16歳の時に年齢をごまかして解放軍に入隊した。除隊後には正規の大学生として武漢大学に入って英語を学び、卒業後には中央官庁の中国民用航空局に就職。この民用航空局時代、劉氏は共産党古参幹部の李千年元国家主席の娘と恋愛結婚。李千年の娘婿となったことで、劉氏は中国でいう大使党の一員になった。結婚後に再び解放軍に入隊し、空軍に所属した。1986年にはアメリカのスタンフォード大学で訪問学者として滞在したが、帰国後には中央軍事委員会政治部幹事、解放軍総参謀部某研究所党委員会初期、解放軍北京軍区空軍政治部主任、解放軍成都軍区空軍政治委員、解放軍空軍副政治員、解放軍国防大学政治委員を歴任。軍の中でひたすら出世街道を歩き、いつの間にか軍における大使党の代表格の一人となっている。軍務の傍ら、劉氏は長年にわたって軍事史、軍事理論を研鑽し、著作を数多く生み出して空軍切手の理論家となった。そして中国軍全体の中でも屈指の戦略家として名声を高めた。また、米国の大学に滞在して研究したこともあって、中国軍の知米派としても知られる。現実的な台湾武力統一不可論。そして劉氏は実は武力による台湾統一に反対の立場を従来より取っており、さまざまな論考において武力統一不可論を展開してきている。その根拠はおおむね以下のものである。中国軍は台湾に上陸して侵攻すると、決して弱くない台湾軍の猛反撃にあって即戦即決はまず無理。そして米軍が干渉してくる可能性もあるから、米軍が出動するとアメリカと同盟関係の日本、韓国も参戦してくる公算は高い。そうすると中国は日米軍事同盟、米韓軍事同盟を相手に苦戦を強いられることとなって、勝算は全くない。それよりも大事なのは、中国人と台湾の人々は同じ中華民族であって同胞であることだ。武力統一は当然内戦となるのだが、内戦は結果的に同じ中国人同士の殺し合いとなって、中華民族を大きく傷つけ、中国全体の国力を大きく損なうこととなる。したがって武力統一を最終手段として排除しないものの、その前に最大限の努力で平和的統一を目指すべきであって、そのために台湾の人々の心をつかむことは何よりも重要であって、香港の一国二制度をきちんと守らなければならない。これが劉氏が今まで展開してきた台湾武力統一不可論の概要であるが、彼は一貫して中国軍の戦略家、知米派の立場から、武力による台湾統一の問題点や危険性を力説し、現実論に即した平和統一論を展開してきている。道ならしの一環か。彼の輪は
鄧小平時代の平和統一路線と合致していて、江沢民政権、胡錦涛政権においては概ね容認、肯定されている。しかし2012年秋に習近平政権が成立すると、武力による台湾統一に傾く習近平主席にとって、劉氏の武力統一不可論は徐々に目障りになってきた。そこで2017年年初、劉氏は軍将校の退役年齢の65歳を目前にして退役した。習主席の意向で退役させられたとの見方は一般的である。退役後、劉氏は引き続き様々な場面で台湾武力統一不可論を吹聴する一方、中国がいずれかアメリカら西側諸国主導の普遍的価値観を受け入れるべきとの論調も展開し始めたから、習主席の理念と政治路線と相反するところが多い。それでも習主席は劉氏に対してずっと隠忍する態度をとり、反対勢力を珍しく野放しにしてきた。その理由の一つは、劉氏と同様、習主席自身の政治基盤の一つはまさに大使党であるから、習主席に対しては劉氏に手を出せば大使党全体を敵に回してしまう恐れがあった。しかし昨年10月の党大会と今年3月の全人代で、習主席は完全なる個人独裁体制の構築に成功したことで、大使党にいちいち気を使う必要はなくなった。それで習主席は思い切って劉氏の粛清に踏み切ったわけだが、その狙いの一つは台湾武力統一反対の劉氏を切ることによって、全軍と全国に対し台湾併合のために武力行使も辞さない自分の決意の歩道を示すことであろう。もう一つの狙いは、やはり来るべき台湾侵攻を円滑に進めるためには、中国軍の中で一定の影響がある台湾武力統一不可論を徹底的に封じ込めることであろうと思われる。いずれにしても劉亜州粛清は習主席による台湾侵攻準備の一環であることはまず間違いがない。台湾有事は日を追って確実に迫ってきている。鮮明になった域内対立。中国、危険な道を行くな。日本、平和に資する。中国政府は韓米首脳会談の共同声明に対して、危険な道を行くなと述べて強く反発した。一方、日本は地域の平和と安定に資すると肯定的に評価した。中国外務省のモーネー報道官は27日の定例記者会見で、米国と韓国が台湾問題の実際を正しく認識し、一つの中国原則を尊重し、台湾問題において言動に慎重を期し、誤った危険な道へとますます遠ざかるのをやめよと述べた。毛報道官は、台湾問題は純然たる中国の内政であり、中国の核心利益中の核心であり、台湾問題の解決は中国人の仕事であり、いかなる外部勢力の干渉も絶対に許さない。台湾問題の真の現状は両岸が一つの中国に属するということだと述べた。ユン・ソクヨル大統領と米国のジョー・バイデン大統領は26日、ワシントンで首脳会談を行い、台湾海峡などが含まれる韓米共同声明を発表した。両首脳は共同声明で、域内の安保と繁栄の必須要素として台湾海峡の平和と安定の維持の重要性を再確認した。不法な海上領有権の主張、埋め立て地域の軍事化及び強圧的行為を含め、インド太平洋におけるいかなる一方的な現状変更の試みにも強く反対したと述べた。ユン大統領は19日のロイター通信とのインタビューで、台湾海峡での力による現状変更の試みに反対すると述べているが、この内容がそのまま共同声明に記されている。その他にも、南シナ海問題、半導体輸出、米英豪の対中国安保協議体であるオーカスなど、中国をターゲットにした内容が多く含まれている。
中国は韓米首脳が拡大抑止の強化を盛り込んだワシントン宣言を採択したことについて緊張を高めていると非難した。拡大抑止は米国が同盟国に対する核攻撃を防ぐことを意味する。毛報道官は拡大抑止について、朝鮮半島問題は非常に複雑で敏感だ、各国は朝鮮半島問題を直視し平和的解決を推進し、対話と交渉による政治的解決を得るために建設的な役割を発揮すべきで、いたずらに緊張を作り出したり危険を誇張したりしてはならないと主張した。さらに、米国の法令は冷戦的思考に満ちており、陣営対決を扇動し核不拡散体系を破壊して他国の戦略的利益を害し、朝鮮半島の緊張を激化させて地域の平和と安定を破壊する。これは朝鮮半島の非核化という目標に反するものであり、中国は決然として反対すると述べた。驚いたことがある。韓国は米国との貿易を増やし、中国との貿易依存度を低減しつつあるということだ。先般のプライムニュースで知った。属国意識、経済を中心に牛耳られるといったかつての韓国の姿をステレオタイプのごとく固定観念として持ち続けるべきではない。対中強硬な姿勢が取れるようになった要因は、ユン大統領になっただけではなさそうだ。残念ながら日本にはできない、少なくとも現状ではできていないことだ。見解を見ながら素直に驚いた。これは日本も見習わなければならないと思う。